こんにちは、近藤千尋です。今日はですね、娘とわちゃんにガールズガールズにいきなり会えたらどうするかドッキリを行いたいと思います。とわちゃんはパパがガールズガールズさんの仕事をしてから、そこからもう虜になっちゃって、今ガールズガールズに入りたいっつってダンス習ってるくらいハマってて、サプライズで会わせてあげようと思って、どうなるかわかんないですがサプライズやってみたいと思います。どうぞ。今日はとわちゃんにお仕事現場に連れてん逆かとわちゃんお仕事現場についてきてもらいます。とわちゃん、 YouTube のお仕事の間待っててくれる？ダメダメ、もっと大きい声で、せーの、おはようございます。そういいね。じゃあこれでお仕事一緒に行けます。とわちゃん、3歳の子に変なテンションになっちゃダメだよ。伝わる？いい子にしてるんだよ、あとは。分かった？こみ上げる、こみ上げるものをちゃんと抑えれるかな。ママとお仕事来れてるっていうことにテンション上がっちゃってるからね。わあ、すごいね。お姉さんたちの名前を教えてください。ガーズルガーズルじゃないよ、ガールズガールズね。いつもガーズルガーズルって言うけど、やったね。今日はパパとママがあらゆるコネを使ってとわちゃんが大好きなガールズガールズさんに会わせてもらえるっていうサプライズです。見れたいじゃん。こんなとこ見たことないんだけど、あんまり。どうしたの、とは。いつも見てるね。ね。芝生でめっちゃ踊ってるじゃん。ね。みんなに憧れてダンス教室通ってんだよね。ね。ガールズガールズになるっていつもね。喋れないこと。恥ずかしいわかね。いや初めてだね。いや絶対こうなんのかなと思ったけど、絶対こうなると思ったよね。あんまこんなとこ見たことないからね。とわうわーじゃないのよ。もったいないよ、ほら。もったいないよ。コロナ終わったら遊ぶって言ってたじゃん。いつもね、なんかね、みんなのことを YouTube とかで見てたら、パパとママは見ないでって言ったって。とわちゃんのガールズほら、とわちゃん、とわちゃんの宝物のさ、DVD あるでしょ、CD とか。お、ゆずがくれたんだよ。ゆずにありがとう。だって宝物でしょ、あれ、親にいつもさ、とわちゃんの宝物ボックスに入れてるでしょ、DVD。CD と DVD。ね、ありがとう。
がとうって言ったことじゃない。ダメだ、もうその自分の精神が崩壊してるわ。崩壊してるね、うん、こうなるよね、そりゃすごいな、やっぱトアでもこういうのになるんだね、うん、全然性格違うんですよ、こんなんじゃないの。よかったね、トア子供ってやっぱりこうなるよね。こうなるね、可愛くてびっくりしちゃうね。何、どうしたの。いつもの異性はどこ行ったトア。わあ、見てる、でも悩んで見てる。目に焼き付けときな、ね、よかったね。嬉しい、ね、もっとわーって走り回るとかやってもいいよ。YouTube の絵的にはわーみたいな、 走ってもいいんだよと。恥ずかしくてできないの。かわいい。でもよかった、よかった。嬉しいとは嬉しい。これね、パパじゃなくてママが企画したから。いいんだよ、二人からでいいでしょ。ママが企画したからね。よかった。一緒に写真撮ってもらう。まあ一緒に写真撮ってもらおうな。お写真撮る、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 撮る。ママ行っていいじゃん。ママ行っていいよ。写真撮ってもらおうな。いいですか。お願いします。お願いします。はい、わかり、ここに。じゃあ、ありがとうございます。だって2個だよ、2個。うわぁ。だって行くよ。行くよ、行きます。はい、チーズ。はい、チーズ。こっちも行きます。はい、チーズ。ありがとうございます。ありがとうございます。ちゃん。本当。なかなかないよ。マジで初めてミッキーに会った時。マジで。そうだね。ミッキーと一緒だね。ミッキーと一緒だね。ね。ダーちゃん、今からママとかお仕事するから。ね。ね。ヘアレスガールズさんたちと一緒に YouTube 撮るの。ね、そう、見といてくれる。じゃあ、ゼリー食べながら。ビタミンゼリー食べながら。ありがとうございます。ありがとうございます。夢をね、よかったね。もう芸能界に悔いはないわ。